皆さんこんにちは、ケンです。今日は栃木県の日光市に来てます。今からですね、JR の日光駅に集合して、そこからサポートカーにバイクを乗せて移動して、日光いろは坂を目指していきたいと思います。それでは行ってまいりましょう。前半は少しナレーションで解説していきたいと思います。日光駅に集合して、この車でバイクを5台積んで、5名が一緒に移動します。馬返し駐車場の、ブリーフィング風景になっております。今回の参加者は、5名とガイド1名。みんなのバイク紹介します。はい、これがトップストーンカーボンですね。 E タップ仕様ですね。で、こちらもトップストーンカーボン、はい、で、これがトップストーンカーボンレフティー1。しかもなんとでかいなと思ったら L サイズですね。マックオフのシールも同じとこに貼ってます。私と趣味が似てますね。で、これがスーパー X っていうシクロクロスバイクですね。で、私のレフティー3ですね。スタートします。この日は、結構曇りで、まあ、晴れ間が出たりとかしてめちゃくちゃ走りやすい、気温でした。なので最初こちらがまあ9時ぐらいスタートなんですけど、半袖で走ってます。2年ぶりのいろは坂なんですけども、まあ、前回はスーパーシクセーボで登りましたが、今回グラベルバイクで登りました。意外とそんなに、馬返し峠からなんでそんなにきつくはないんですけども、で、ここがまあもう頂上付近ですね。中禅寺湖あたりなので、次は下りに入るわけですから着替えてます。はい、今回はラファの長袖も持ってきました。はい、で、私カメラがですね、4台体制ですね。はい、そして登り切った後にある中禅寺湖のところで、撮影をしてみました。これがね、鳥居ですよね。見たことある人もいると思うんですけど、日曜日だったんで賑わってましたね。なかなかですね、走りやすかったです。ちょっと車が多いかなっていう印象ですね。標高が上がれば上がるほど、まあ、ちょっと紅葉が見れまして、まあ、こういう風に、結構綺麗ですね。もうちょっと後の方が綺麗だったかもしれませんが、はい、これでも十分綺麗でした。ここの時点はなんかその開けたところがあって、すごいなんか綺麗でしたね。休憩ですね。三本松茶屋っていうところで休憩をしました。ちなみにこのラックとかも、サポートカーに積んでいってもらってて、常に休憩するときは出してくれるっていうようなサポートがありましたね。で、湯葉そばと、これがちまきですね。湯葉が栃木有名なのかな。はい、美味しかったです。で、三本松茶屋を出発するとグラベル区間が、出てきます。ここを走ってで、山王峠に向かっていきます。ここからはまあ音声付きなのでナレーションは以上となります。はい、今日初グラベルです。右です。わあ、これは綺麗。いいね。めっちゃいい。
ボウトク牧場。これ美味しいらしいっす。うまっ。さす、はい、起動させてます？させてます。切ったことないです。そうっすね。両端側から忘れてました。ロックしてたの。これローギア何 T なんすか？52だったか50だったか。すごい、どこでも登れちゃいますね。入れたことないっす。一回入れたこと虫に入れたけど。すごい。おお、林道だ。このバイクっていうのは何キロぐらいある？何キロでしょう。ちょっと測ったことないですね。でも11ぐらいありそうですけどね。結構あります。やっぱサスついてるんで重いと思いますよ。でも乗り心地はもうピカイチですね。いや、そうでしょ。マウンテンバイクって言っても過言ではない。フルサスみたいなもんですよ。そう、今後ろのサスがって話してたんですけど、3人、はい、トップストーンの、はい、僕はそういう感じるんですよ。やっぱロードとか他のグラベルも乗ってるので、普通の、お尻が痛くなりづらいですね。じゃあ 俺だけじゃないですか、よく見たら。僕がついてないの。パーシックスエボー SE と CX で、 CX がなんかフレーム一緒なんですよ。そうで、安いんですよね。はい、あ、コンポが。そうです、そうです。 SE が少ないから今日は濃いっすよ。 SE がなんか電動コンポついた気がする。電動じゃなくていいんで。皆さんも結構前回キャノンデール好きなんです。キャノンデール好きです。自分は初めてです。僕もこれだけです。なんでジャイアントじゃないんだ。ジャイアントじゃないんだ、ビアンキじゃないんだっていう。怒られる。怒られはしないです。好きなの乗っていいって言われてます。でも自社のも別にくれるわけじゃない。くれないっすですしね。大峠てっぺん。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、楽しいですね。これはもう、おー、疲れた。まあ、今日皆さんグラベルなので比較的グリップはいいと思います。マルバーは何ですか、このロッテルは。あ、これはタイヤ外すんだけど、クイックリリースみたいに、あの、はい、キャリパーパッと外せます。ちょっと小雨想定外というか、いや、一応晴れか曇りのを信じてきてるんで。雨というのもちょっと雨降ってますもんね。いや、温泉が楽しみで仕方ないですね。裏機能してあるんですけど、すげえ暖かくて、あー、羨ましいっす。多分この中で一番俺は快適です。快適に走ってますね。
温泉が出てる。当てないかな。絶的に。もともと1時間に1回。それがさらに最近は出づらくなってる。なるほど。あるよ。あるです。そしたら本当は当てみたい。いよいよあと残り10キロぐらいになります。今からですねゴール地点の温泉に向けて、普段入れない林道を走っていきたいと思います。はい、今回特別な許可いただいて走ってますので、その映像をですね初公開となるんじゃないですかね。ぜひお楽しみください。では行ってまいります。わあ、すごい。はい、特別な許可得て走ってます。はい、前はグラベルキング SK、27.5×2.10 実測 56C と52C で走ってきます。しゃあ、空気圧。やったー。そんな時に便利なアイテムが。空気圧。よし。走ってきます。結構がれてますね。結構がれてる。けど何のために今日苦労してここまで来たか、そして何のためにこんな太いタイヤを履いてきたか、いうことですよ。おっと、難しいですねここのグラベルは。太くてよかったっていうのがここで、ようやくここで。おっしゃ、跳ねる跳ねる。稼ぎ時、稼ぎ時。いやもう 56C あるとめちゃくちゃ平気ですね。全然怖くない。今まで32とか38かそこら辺が多かったんですけど、もう極端に太いから楽っすね。あ、もうこことかも 32C だったらこけとる。砂みてえな。よし、追いついた、追いつきやした。
おいしょ。はい、ここは車が来ないのでね、安心です。あ、余裕っすね、ここは。ふぅ、疲れた。もうちょい空気圧下げるか。2.4 ぐらいにしときました。猿がいる。猿。すげえ。猿軍団や。ごめんね。レフティダウンヒルいいっすね。僕何気にグラベルガッツやつの初めてで、これですごくいいっす。自分が良くいくところはもっと慣れてて今日は走りやすい。走りやすいっすか。もっと走る。
ね、こんなところに温泉があるのです。お、あ、ゴールですか？ゴール、もう、はい、あ、もうゴールなんで、もうゴール終わったもうちょっと下ります、ね、あここが、あの、今日2つ目の国ゴールじゃん、もう時間カニ1つ目の温泉、カニ湯到着です。すっごいもう匂いがする。足湯ができると思手数なんですけど、1枚取ってもらっていいですか？はい、もうここ押してもらえば、はい、間を開けた方が取れるから、ずっと閉めるから。あ、多分文字3番とか開けた方がいい。ライドが終わりました。今から温泉に入って、サポートカーに自転車積んで JR 日光まで帰りたいと思います。今日走った距離は約55キロ、獲得標高は1400ぐらいです。すごい楽しかったですね。グラベルが特にやっぱり結構がれてて、太いタイヤ入ってきて正解でした。ダウンヒルなんかで特に、楽に走りましたね。ということで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。お邪魔します。かわいい匂い。